バギズ・ガリューリンは、ウズベキスタン・アサカ出身のサッカー選手。ロシア・ファースト・ディビジョン、FK ・ネフテヒミク・ニジュネカムスク所属。ポジションは MF。2004年に、ウズベキスタンの FK ・アンディジャンで、プロキャリアをスタート。その後、国内2つのクラブを渡り歩いた。2006年、ロシア・プレミアリーグの FC ・ルビンカザーニへ移籍をし、リザーブチームでプレーをした。 2007年3月7日、ロシアカップの FC、ロストフ戦でデビューを飾ったが、試合は1から0で敗れた。2008年11月16日、ロシアプレミアリーグ第29節の PFC チェスカモスクワ戦で、ロシアリーグデビューを果たした。2010年、FC シビルのボシビルスクへ、レンタル移籍をした。 2012年7月、FK ネフテヒミクニジネカムスクへレンタル移籍をした。2014年7月、FC ウーファに移籍した。2016年2月、両者合意の下で、FC ウーファとの契約を解消し、FK トスノに加入した。2008年9月6日、2010FIFA フフワールドカップ、アジア予選のカタール代表との試合で、A 代表デビューをした。 ありがとうございます。